土木学会の国際家庭協力賞を受賞されました全国大使さんで、本日はインタビューをお招きしておりますが、お忙しい中、ありがとうございます。それから、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ね、今回ね、受賞式、残念でした。お目にかかれませんでした。まあ、代わってここでお話を伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。では、大さん、まあ、簡単にちょっと最初、自己紹介などいただけますか？私は、まあ、名前はウェンコクタイですが、ベトナム人です。1994年に、日本の文部省の奨学金いただいて、日本に来て、土木を勉強いたしまして、それから、まあ、日本の会社に勤めていて、で、最初の約10年間は国内で、の、業務をやってて、で、それから海外の仕事をしたくて、で、今の会社、オリエンタルコンサルタンツに移って、海外の仕事をやって、まあ、それも10年ぐらいですね、経ちました。はい、ありがとうございます。それで少し伺わせていただきたいと思います。最初に日本ですね、大阪大学でしょうか、そちらに留学をされてるんですよね。はい、大阪大学は、修士課程ですね。その前には、大学の方は、豊橋技術科学大学です。あ、そうなんですね。じゃあそこから。またその前には、大分工業高等専門学校です。そうですか。じゃあ、結構その日本で勉強されて、まあ留学早めというんでしょうか、まあ、なさって、そのまま就職なされたことなんですね。そうです、はい。どうして最初のきっかけは、日本に留学しようと思ったきっかけは何だったんですか？子供から、日本が、日本のことについては、まあ、ベトナムの先生いろいろ教えてもらって憧れましたね。なんていうね。まあ、凄さ、日本人の凄さ、まあ、みんなご存知のように、日本人の凄さが、それ、いろんな、ストーリーを教えてもらって、その憧れて、まあ、もちろん、運がよく、大学で、ベトナムの大学で、選抜されて日本に留学行けただけです。まあ、国費で行けただから行っただけです。そうすると本当にその選抜も厳しかったんだと思いますけれど。まあ、まあ、運がよかったです。やはりそこは、よくと、入ってるんだと思いますけど。で、どうして、大阪大学？それは大さんが選ばれたんですか？何か先生、ご存知の先生だったり、学科的に何か興味がおありだったんですか？あ、そうですね。漁労について勉強したかったから、大阪大学の西村先生、そうなんですね。はい。先月は亡くなりましたんですけども、この、メタルの強度について、メタル構造について、勉強をさせていただきました。そうなんですね。何か印象に残っている、ことはありますか？西村先生の勉強、教えの中で。まあ、西村先生は頭良くて、鋭いですね。だから、いろんなことについて、教えてもらえました。そうですか。考え方、ね。それで、僕、今にもすごく役立ちます。だから。役立つ。じゃあ、一つ教えてください。どういった言葉だったんでしょう。どういう姿勢だったんでしょう。ものを考えるときには、必ず、原理までを考えることですね。その、まま、
ものがそのコピペで考えるじゃなくて、本当にその一つの、例えば一つの公式でも、その、なぜその公式になるとか、その、根本的な、いろんな過程がある。その過程が、その過程の、の上に、その、公式になり立ったことなんです。で、よく多くの人は、その公式だけを覚えて活用してるけど、でも家庭のことを覚えてない。けど、違う環境になって家庭が変わると、その公式が正しくなくなる恐れがあります。はい、そういうような、考え方を教えていただいたんです。ですか。そうするとね、その考え方がずっと、プロフェッショナルなエンジニアとして仕事をしていく中でもずっとそれが生きてるんですか？そうですね、はい。そうですね。そうしましたら、じゃあ卒業されて今度、パシフィックコンサルタントさんの方に就職をされてますよね。はい。ここの経緯はどうだったんです？どういうものがあったんでしょう？ゼネコンではないコンサルタントの方に入っていってらっしゃいますね。はい。まあ、いろいろ設計できるコンサルタントの方がいいですし、まあ、僕、体が小さいので、あまりでかくないので、コンサルタントの方に、ゼネコンさんの方には多分向かないだろう。そうなんですか？コンサルタントの方。で、それから、オリエンタルコンサルタントさん。グローバル、はい、今。そうですね。そちらの方に。いつ頃変わられたんですか？で、またどうして変わって、変わられたんですか？2011年ですね。2011年に、オリエンタルコンサルタンスに入りました。まあ、目的は、まあ、海外で仕事をできる。はい、で、そういうきっかけで入りました。そうですか。で、実際、オリエンタルコンサルタンツ、グローバルの方に入社されて、海外のプロジェクトに携わっておられるんですね。はい。じゃあ、ちょっとその、今、これまで、2011年っていうともう10年ぐらいかな。そうです。そうですね。はい、そうです。この10年間のプロジェクト、またご自身で非常に思い入れのあるプロジェクトなど、少しお話しいただけませんでしょうか。まあ、入った時にも、まあ、もう若干若かった時で、で、最近今やってるプロジェクトは一番、いい思いで、私が長年、いろんな、プロジェクトで経験してきたこと、見直すこと、今のプロジェクトに適用できてます。細かいところまで、見通せる技術者が少なくて、まあ、それ、また一つのプロジェクトだと、いろんな技術者が入ってきて、なんていうの、オーバーラップするところが、ケアが少ないところなんです。で、あそこで、まあ、施工入ると、あやふやで、ミスが多くなって、まあ、いいものはできない場合が多いですね。で、まあ、そういう経験があって、で、まあ、今回のプロジェクトで、かなりそういう改善できて、私が、全部その総括できてるポジションにいるから、まあ、それ、ミスが、かなり軽減できます。すごいですね。どういった工夫をなさったんですか？株子をやる人とジョブ子をやる人が、違って、で、その高さの設定がミステックが生じることもあります。ちょっと、経路と道路をやる人も違って、またその間の設定も違った時もあります。
で、僕はその全部 見れてるところから、それをミステイ、ミスは少なくできるようになり、なりましたね。そしたら、タイさん、ほんで、要の役をなさってたんですね。あ、はい。じゃあ、今、じゃあそのバングラデシュのプロジェクトも少しお話、どのようなプロジェクトなんでしょう。で、また、どういった苦労、またどういった面白みがあるんでしょう。少しお話をいただけますか。ああ、この、今やってるプロジェクトは、英語の正式名前は、Western Bangladesh Rich Improvement Project ですね。はい。まあ、その、バングラデシュの半分の西側に、分布してる83橋梁の新設です。83? すごいですね。はい。で、その、現況が、かなり老後してて、ね、壊れかけてる橋梁の、のために新しく橋梁を建てるプロジェクトです。はい。で、このプロジェクトは、83キロだから、7航空に分けられてます。7航空。はい。で、5航空が終わりました。もう、あと2つですか?あと2つ航空です。で、5航空は合わせて62キロですね。ここですか。で、今、交通開通してます。はい。もう開通してるんですね。はい。交通開通してます。もう、このプロジェクトは、スタートは2016年だから、もうすでに6年、6年経ちましたので、まあ、王国を、建設終わってます。でもその、実際今運用しながら動きながら、さらに6区、7区を進めていくことになると思うんですけれども、どうでしょう、その、マネジメント、交通の調整、いろいろ難しい点、工夫をされている点など終わりではないでしょうか。まあ、その、このプロジェクトの給料は、あちこちにあるから、基本には、その、ローカルエンジニアさんに、任せることですけれども、さっき言ったように、間違いが生じやすいところを、見て、教育して、間違いなく、なくす、極力なくすように、やるしかないです。そこはどういう工夫をされてますか?何か難しいこと、あるいは面白みなどありますか?まあ、その、設計図面、設計図書は、があって、その設計図書の通りに成功すればいいんですけれども、さっき言ったように、その、カーブ工と上部工の関連するところ、道路と橋梁関連するところは、必ず私に、提出するように、伝えて、で、私はそこからチェックして、間違いあるかどうかを確認して、それから、まあ、現場に、返すから、そういうシステムを作って、まあ、間違い少なくすることですね。なるほど。じゃあ、タイさんがその、リーダー役、そのシステムを作って、実際にやってらっしゃる、はい、リーダーですね。このプロジェクトのは、一番、はい、まあ、83キロの中には、11キロは、公共なんです。公共というのはメタルね。鉄のキロね。はい。この公共は、日本で制作した高桁なんです。あ、そうなんですか。はい。これに、
なかなか難しいね。日本で制作するのはコスト高いから。ね、で、その、日本の設計のような、日本のような設計は、まあ、ゲーター自体は面構造だから、その、節約はできないですけども、はい、なんで、付属物、はい、二次製品用なものを、極力ローカルさんで調達して、お金節約して、で、その分で、日本でも、ゲーター製作できるようになって、日本で、シューゲーター製作しても、コストが、合うように調整できましたね。それ一番面白かったんです。なかなか難しいです。ですね、難しいと思いますね。はいはい、でも、それを実現なさったんですね。そうです、そうです。すごいですね。なかなかできることじゃないと思うんですけども。どうでしょう。周りの、技術者さんたちからもかなり喜んで、おられるんじゃないですか。そういうことができる。そうですね。はい。よかったですね。はい、そうですか。あとでもまだ 2工区残っておりますが、2工区、あとは何年ぐらいでこれは終わるんですか。日航空ですね、予定では今年の10月に終わる予定だったんです。はい。けれども、コロナのせいで、また、ウクライナの、ロシアの戦争などで、物価が高くなって、資材導入するのがすごい難しくなってるんです。それで、まあ、施工が、遅延に なってます。はい。ちょっと伸びるんですね。伸びます。そうすると、ますますタイさん、バングラデシュにいらっしゃる期間が長くなるのかな。そうですね。いかがですか、そちらの生活は。うちの生活ですか。うん、もう長年、まあ、6年も住んでるから慣れてっちゃってるんですけども。そうで、6年ね、そうかもしれませんね。お食事などはいかがですか？食事ですか。食事は、はい、まあ、あ、そうだ、別に。僕はほとんど外食なんですね。あ、そうですか。まあ、僕って、なんていう、もともと、まあ、日本に行っても、その国際の文化を味わってた人だから、うん、人生は半分以上が国際舞台にいるような感じだから、うん、まあ、チャレンジ精神があって、個人の食事文化でも、まあ、慣れてきてますね。あ、よかったですね。お食事っていうのはね、やっぱり大切な部分ですよね。体を作るにも気持ち的にも大きいと思うので。はい、そうです。じゃあ今、バングラデシュで何、食べ物、一番何がお好きなんですか？バングラデシュで、バングラデシュの食、バングラデシュの料理が一番いいのは、何でしょうね。まあ、全部カレー味だけど。そうなんだ。全部カレー味です。それは知りませんでした。でも、僕、バングラデシュの前にシリランカに行ってたんだけど、バングラデシュの方が味が柔らかい、まあ、マイルド。あ、そうですか、ね。それが食べやすいところ。一番好き。こっちは有名なのはライチですね。ライチが。ライチ？ライチ、はい。あ、私も大好き。あれ、バングラデシュですか、ライチ。バングラデシュ、バングラデシュも、一応、ライチが結構有名です。ここは、フルーツとしては、まあ、ジャックフルーツ、一回。はい、ありますね。はい。で、ライチ、バナナ、そんな、東南アジアのように、ホープではないけども、うん、ライチや。いや、私、ライチは、いや、もうちょっと中国とか、もうちょっとタイとか、こっちかなとか思って。
私もライチ大好きなんですけど、ね、不思議なバナレスにもあります。羨ましいな。そうです。今、もう、そっか、バングラデシュもおっしゃって6年ですね。で、あとまだ、もうちょっと時間かかるとかない、ね、プロジェクト終わるまでまだそちらにいらっしゃるご様子ですけれども、その間何かしたいこと、あるいは夢などございますか？夢ですね。まあ、バングラデシュでも発展途上国、他の発展途上国には、まだその、共同労働を作る事業が多いだと思います。はい、また、日本の協力で結構豊富な共同が立てれて、その国民たちに助かる、大変役立つんですけどね。で、海外のプロジェクトだと、一つのプロジェクトだと、すごい規模が大きいなんですね。うん、まあ、僕のプロジェクトは、中小の共同なんで数が多いですけども、大きな共同だと、数共同あるぐらい程度、ワンプロジェクトですけどね。それで、また、インターナショナルエスパートとローカルのエスパートを組み合わせて、共同と道路を作り上げるから、その辺が文化と認識が若干が違ってて、それ合わせて、いいものを作るのは、いろいろな、工夫が必要ということで、まあ、今後、インターナショナルエスパートが、まあ、現地に行って、仕事をやるときに、まあ、十分ね、そこの相手の認識と文化を理解した上で、まあ、妥協なレベルや品質までの、ものを作ってほしいっていうことですね。大さん、まさに、構造的にもそうですけれども、人という意味でもブリッジをなさっていくんですね。これから本当に楽しみに、まだまだいろいろな国で橋を作っていかれると思うんですけれども、必ずご自身として守っていこうと思っていること。ああ、もっと思ったんですね。守っていくことをですね。ねえ。守っていくことは、やはり、私は日本で長い17年間で勉強できた、もっとも大事なことは、誠実に、繊細にものづくりだね。それが、私の宝物です。私習得できたことは、それな、もう何か忘れる、日本語もまあ忘れかけているかもしれんけども、でもこの精神が絶対ね、忘れてなくて、これも、今のプロジェクトも、私、みんな、ローカルコンタクターさん、ローカルジェネスコンさんは、僕に接することは、ちょっと遠慮する、細かい。いいものを作る、方向に持っていくから、まあ、彼らの作業量が増えるんだよね。私の要求量。でもまあ、それ、彼らも嫌がらないようなレベルに持っていく努力してます。でも結局そこが成果できたところで、橋が出来上がったところでそれが非常に見えてきますよね、また。そうですね。ね、橋も、まあ、これも劣化していく、でもその劣化を少しでも防ぐような形ですよね、工夫をなさってるわけですよね。息の長い橋になること。ね、それは、はい。ありがとうございます。すごいですね。やっぱり、さすがに、賞を取られるだけあってね、いろいろそういった精神っていうのは非常に学ぶものがあると思います。
ありがとうございます。ちょっとお時間もそろそろかと思いますが、ぜひ、タイさんの、ね、後輩にあたる技術者さんたち、またこれから技術者になろうと思っている方たち、ぜひ一言メッセージいただけませんか？まあ、私は日本の文化結構学んできてるから、世界に出て、国際舞台に出て、まあ、文化の違いもあるだろうけど、何が共通点かというと、論理が通れるかどうかですね。論理と誠実さで、売り込めば、どこにも通れると思っております。それで、まあ、後輩というか、まあ、次の人が、の方は、そういうことを、しっかりを学んだ、身につけて、やっていただきたいですね。はい。ありがとうございます。タイさんの今のメッセージ、非常に大切なことをおっしゃっていると思いますし、またタイさんの雰囲気から、お人柄から非常にそれが伝わってきますね。で、今もお話伺いながらも、その一つ一つ言葉を選びながら、考えながらお話をくださっている。そのあたりからも非常にタイさんの人柄、まさに今のメッセージと合致するような感じで伺っております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。何かご質問会、お二人の方からもありますか？いや、もう、最後のメッセージと、大事にしてる、モットーというか、大事にしてるところですね。守ってるところですね。そこが非常に、痺れましたというか、はい。その、誠実さとやっぱり、繊細さですかね、細かさ。で、それが、このプロジェクト、まあ、ちょっと渋谷さんのコメントと同じになっちゃうんですけど、プロジェクトの完成につながってるっていうところ、いや、本当に今日直接お話伺いまして、その言葉からですね、いろいろと、まあ、見えて、プロジェクトの、こう、まあ、頭の中ですけども、そのタイさんの活躍を、想像することができたなと思います。そうですよね、なんか、現場で現地の技術者さんを知っている、まだ教えて、いろいろ、多分、近くによって本当に指導なさってるんじゃないかなっていう感じが、ちょっとイメージ本当に今持つことができましたね。いかがでしょう、他にありますか？じゃあ、タイさん、よろしいですか？まあ、これから、海外のインフラのその発展に大きく多分貢献されると思いますし、今も、そうだと思うんですけれども、タイさんの何か夢であったりとか、今後の目標はございますか？私ね、今の、この、バングラデシュの市場で、まあ、今日の景色は、まあ、学んだことを応用する、してたんですけども、もうちょっとその、改善したい、より安価な共同を、できるかを、挑戦したいところです。こういう貧しい国のためにもっと少ない、コストで多くな給料を作り上げるかどうか、そういう、そういう思いがあります。今後、まあ、チャレンジしていきたいなっていう考えております。ありがとうございます。ありがとうございます。決して容易なことではない、簡単なことではないと思います。あれはコスト、ね、環境、社会の動き、経済運動もあって、なかなか難しいとは思いますけど、その分、挑戦のしがいがあるかと思いますが、タイさんの姿勢であれば、ね、実現しそうな感じがいたします。応援しております、マリアンとしても。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当におめでとうございました。また、はい、日本に、ね、戻られた時でもお会いできればと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。